地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。Thank you.